あー、なるいなー。よろしく。インタビューを担当する長です。インタビューといっても、簡単なものですので気楽に受けてください。はいよ。さて、D22829、気分はいかがですか？もう聞き飽きたっつーの。それ、俺はロベルトだって。気分はどうですか？き、虫かよ。まあいい、普通だよ。そうですか。この仕事が終わったら何かしたいことでもありますか？そいつは言えねえな。へへへ、あんたらのおかげで俺は自由のみな。その後は何をしたって俺の勝手だろ。ええ、まあ、そうですね。ここでの生活には、慣れましたか？何か不自由してませんか？何一つ不自由はねえよ。まあ、どうですか？論外だな。論外もいいところだ。確か大量のひよことやらのスキップの収容ラインが人手不足を嘆いていたな。そこに回してくれ。次に行こう。了解しました。次は女性 D クラスです。D56911。年は24。内容は強盗殺人及び殺人未遂。終身刑が決定しており。もう、さっきから何度も言ってるじゃん、もう。こんなところ早く出してよ。ここは最悪職位は少ないし、狭苦しい。メイクとかもできない。おまけに他の男どもがギロギロ私のこと見てくるし。D56911、落ち着いてください。今のは要望として記録しておきます。私にはモニカっていう名前があるの。どうせ口だけでしょ。契約通り、仕事が完了したら解放されますので。ダメだな。少し精神面に不安ありだ。次に行こう。何のことだかわかります。続いて、D2930 です。年齢、70代。なんで曖昧なんでしょうね。まあ、とにかく、内容は殺人罪。この人、お知り合いですか？いやいや、今朝廊下ですれ違っただけさ。ただ、少し印象的だったんでね。なんというか、年のせいかな。達観しているような感じが。そうでしたか。すまない。気にしないでくれ。D2930。気分はいかがですか？気遣いすまないな。何も問題はない。それはよかったです。なんというか、その、かなりご高齢のようにお見えですので、もし何かあれば。ありがとう。でもおそらく私は、命令を拒否できる立場でもない。だが、私のことを気遣う必要はないさ。好きにしてくれればいい。すみませんね。理解が早くて助かります。何か必要なものがあったら言ってくださいね。どうでしょう？ところで以前、どこかでお会いしませんでしたか？いや、そんなことはないと思うが。なしかな。まあその、なんだ、ちょっと、高齢かな。わかりました。次に行きましょう。すみません。次の人は D8171 です。2003年に発生したテロであるナハリア中央駅銃撃事件。そのメンバーの一人であり、国際テロ組織ブラック QL との、関係も示唆されていて、内容は D8171、ここでの生活には慣れましたか？ああ、とても快適なね。あんたたちはなんていい人たちなんだ。俺はあんなことをしちまった。本当に後悔してるよ。こんなに良い待遇ね。しかもな、ちょっと仕事を手伝うだけで、もう自由になれるんだろ？ええ、そうですね。外に出たら何かしたいことでもありますか？ああ、娘に、会いたい。娘は俺の全てだからな。もう、会えないと思ってた。もちろん、それだけのことをしてしまった。それなのに、あんたたちは、こんな、俺の、ために、すまない、涙が。大丈夫ですよ。あんたたちには本当に、感謝している、誓う。もう二度とあんなことはしない。それはよかったです。でしゅ、どうですかね？ふむ、まあまともだな。よし、こいつにしよう。早速手配しておいてくれ。わかりました。D8171 ですね。ああ、頼むよ。ありがとう。では、これで。ゾウさん、終わりました。はいはい。Feel tired and overworked?Freshly brewed coffee is served at the cafeteria at all hours. Oh,
マット太郎。あなたが、シルボ博士ですね。お会いできて光栄です。こちらこそ。君のことは聞いとるよ。よろしく頼む。さて、早速だが、今日扱う SCP の話は聞いたか？はい。ダリア管理官から。よろしい。が、念のため私からも説明しよう。あれが今回の対象、SCP-8JFLM な。わかる通りこれは判定アイテム番号な。つい最近、災難によって収容されたものな。評議会はこの SCP の詳細を知りたがっている。今わかっていることは、この液体を人間が摂取すると、驚異的な再生能力を獲得できる。ということのみな。今日は、その再生力の保護を細かくチェックしていく。ここまでの話は理解できたか？はい。それから、もちろんわかっているとは思うが、あの液体を取ったり、摂取しようとしたら即処分な。今回使用する D クラスの実験が終わったら、速やかに終了させる。よいな。はい。すべて心得ております。ふむ。よろしい。さて、早速実験に取り掛かりたいんだが、他の研究職員がまだ来ていない。それまで待つとしよう。ふむ、全員集まったようだな。さて、役割だが、実験を行うのはペトロービチ博士。そして、チョウ君。君は被験体の記録とする。アシスタントを頼むよ。私と君は、実験の記録を行う。さて、取り掛かろう。君、彼を収容室へ。よし、いいぞ。入ってきてくれ。ペトロービチ博士、聞こえているな。はい、しっかりと。よし、指示はこの通信機で行う。まずは被験者に SCB の投与をしてくれ。わかりました。それから、次に麻酔と目隠しをかけてくれ。麻酔状態を確認。完了しました。よし、では早速実験に移ろう。まずは薬物耐性から、思考1。シュラーナンを投与しろ。了解。思考7を実行。思考7実行。どうだ被験者の値は。異常ありません。すべて正常の範囲内です。思考22を実行。被験者の皮膚の一部を切除。思考48。SPHDNA の破壊。思考65。小指の切断。どうだ？特に何もありません。思考66を実行。左腕の切断。思考66実行。どうかね？未だに信じられませんね。すごい再生能力だ。もう少し具体的に頼む。すみません。完全に破壊しても、数秒で切断面から、腕の複製が生成されていきます。しっかり見ても、切断した跡が一切見つからないほどに。そうか。続けてくれ。思考89。よし。十分なデータは取れただろう。D8171。体調はどうな？特になんともないぜ。そうか。よし。では終わりとしよう。警備員、彼をそこの部屋へ。入ったな。ドアは閉めたか？はい。しっかりと。ドアが開かないんだが、どうしたらいい？そこで待機してくれ。すぐに終わる。そうか、わかったよ。よし、チョウ君、やってくれ。了解。おい、火が出てる。止めてくれ、助けてくれ。電源は切ってくれ。いるんだろ。わかりました。おい、やめろ。あ、よし、終わりとしよう。みんなご苦労。後で報告書をまとめる。その時にまた呼ぶ。了解です。それでは、一度解散。失礼します。死体の処理は頼んだよ。
娘に会いたい。娘は俺の全てだからな。なれるもんじゃない。ふう、大丈夫。落ち着け。より大きな利益のために。落ち着け、大丈夫、大丈夫。よし、戻ろう。何か飲むとしよう。この資料見てくれないか。Attention, Dr. Maynard. Report to administration's office immediately. エヴァン、またお前サボってるのか。人聞きが悪いな、休憩さ。それより、やっぱ顔色が悪いな。大丈夫か。ああ、まあ、なんとかな。いつものことさ、その、わかるだろ。大体は、まあ、ちょっと話そうぜ。お前も休憩だろ。何かおごるぜ。ふふ、いいのか悪いな。じゃあ。なるほどな。そりゃあまあ顔色悪くもなるわ。わかってるんだ。今更罪悪感を感じたって。それに、いちいち気にかけてたら、この仕事は続けられない。彼らはこんな扱いを受けるに足ることをしてきたような連中だからな。わかってる。わかってるんだが。皆まで言うな。言いたいことはわかるさ。誰だってそうだろう。程度の差はあれど、どんな最低野郎であっても、一人の人間だ。そんな人間に俺たちがやってることは、サイコパスまがいなことだ。誰だって気に負うさ。でもな。本物のサイコパスとは、決定的に違うところがある。それは、俺たちには、目的が、理由が、使命があるんだ。だから、俺たちにできることがあるとすれば、彼らの死を無駄にしないことだけだ。ああ、その通りだな。そうだ、ここに入った時から覚悟はしたんだ。ただ、失いかけていたみたいだ。ここで働く理由を。これから先、迷うこともあるだろう。それでいい。だが、忘れるな。我々の目的を、そうすれば、どんな障壁だって越えられる。はは、似合わず真面目に喋っちまったな。なんだか恥ずかしいぜ。いやいや、素晴らしいスピーチだったさ。おちょくるな。まあいい、乾杯といこう。五本、それじゃあ。確保、収容、保護、そして、普段通りの日常を願って。ありがとう。忘れていたよ。いろいろと。礼には及ばんよ。迷ったら、思い出せ。そしたら大丈夫さ。ああ、すまなかったな。暗い話で。気にすんな。いつか埋め合わせさせてもらう。一旦自室に戻るとするよ。それじゃ。ああ、また。サイコパス集団どもが、